僕はジムのトレーナーみたいな感じのバイトをしてます。24時間ジムのトレーナーみたいな感じで、初心者の人とかには教えたりするし、清掃とか受付とかをする感じになりますね。そうですね、近くの大学生が多いですね。いや、そんなことはないですね。でもなんかジムが利用可能なんで、スタッフしていたら使えるっていうのがメリットですね。理由はほんまにそのジムが使えるっていうのと家から近かったっていうので選びました。そうですね、おすすめできると思います。はい、僕は米田コーヒー焼肉イベントスタッフです。一本の時は月9000円とかあったんですけど、今は焼肉のおかげで月7、8万ぐらいまでレベルアップしてます。はい、間違いなく焼肉ですね。出会いが全然違いますね。理系学生からしたらやっぱ出会いは必須なんで、これは必修科目なんで、焼肉で補っていくって感じですね。はい、今は学校近くのマックで厨房でやってます。正直言うと最初からマックに行きたいではなくて、コンビニの方に行きたいんですけど、行きたかったんで、他の留学生とか先輩とかもなんかコンビニが勧められて、なんか日本語の練習にもなるし、人との接し方とか勉強にもなるんですけど、まあ、なかなか採用されてなくて、で最後マックに行ったんですけど、でもそちらも結構いい経験やと思うんですけど、カウンターやから接客とかいろいろ学びになるんし、でみんなも結構優しいで、友達もできると思います。そうですね、うち一応厨房なのでなかなか接客とかはしないんですけど、でもやっぱり仲間とかの様子見たら、多分お客さんに対して元気さとかを出したのが大事かなと思いますね。アルバイトはインターンで大学近くのカフェで働いてるのと、あと塾講師をやってます。いや、そう、まあやっぱ授業とかもあるので、そんなたくさんは稼げないかなっていう感じです。まあ、月5、6万ぐらいですかね。あ、そうですね、楽しいです。アルバイトは大学だからこそできるとこだと思うんで、こういろんなところに関われたりとか、こう自分が何に関わりたいとか、何をやってみたいっていう方で決めてました。塾講やってます。個人対一、はい、対一。教えるのが難しいっていうより、なんかその生徒が分かってんのか分かってないのかがいまいち、その情報っていうか様子を読み取るのがちょっと難しいなって思います。あ、中3です。あ、じゃあ高校受験。あ、そうです。分かりやすい具体例をなんかいっぱい使って、印象に残るようには心がけてるつもりです。実際に自分の私物取り出して、なんかめっちゃ一生懸命私物使ってやってます。人によってその分かってるそのレベルも違うから、その人に合わせるのって結構難しいなとも思うし、でもそんな人にも分かるように自分もそういう風になんかやるべきやなって思いました。いろんなその、はい、でも塾校いいと思います。子供好きとかやったら。今は飲食店やってます。しゃぶしゃぶ屋さんのキッチンです。学生が多いっていうのは聞いてたんで、でまあ多少やりがいのあるような、僕自身そのサークルコロナもあって入ってないんで、学生多いのもあって、そっちがサークルみたいな感じで、そうですね、8万からもう多い時12万とか、そんぐらいですね。もう遊びに友達と飲みに行ったり、僕サウナ好きなんでサウナ行ったり、まあ、旅行行ったりとか、まあ、ボウリングしたりとか、さっきもダーツしたんですけど、服とか、まあ、そんな感じですね。